私は坪田義嗣。東京で企業防衛懇話会という小さな更新所を経営している。この仕事は企業相手なら従業員の採用や管理職への登用にあたって、あるいは取引先に対して身辺調査をすることだ。例えば共産党員か社会党員か、総会屋とつながっていないか、右翼かヤクザでないかということだ。この仕事をしているといろいろな情報が手に入る。ある時収集した右翼団体の情報をまとめた本を作ってみたら、企業相手になかなかいい値段で売れた。次に総会屋のリストを作ったら、これもまた売れた。ジュフフフ、これは美味しい商売だな。右翼総会屋ときたら他に何かいいネタはないかな。そういえば、いや坪田さん、ブラック解放運命っていうのは本当に立ち悪いですよ。どうで誰に言うとるんじゃねえ、聞いとるんじゃねえ、差別すんのか俺。お前日本国憲法にも喧嘩を取んねえ俺。というようにね、何かあると集団で差別だ差別だって言ってくるんですよ。そうですか、そういうものなんですか。個人相手だと結婚相手の身元調査があるのだが、9割くらいは次のようなものだった。あの、うちの娘が今度結婚するんですが、相手が同和者でないか調べてほしいんです。同和者って何ですか。レッターとかそういう人たちです。そういう血がうちの家系に入ってほしくないんです。ああ、部落とかそういうことですね。確か5年ぐらい前に労働問題研究所とかいうところから買った特殊部落リストとかいう本があったな。あれはあまり出来が良くないけど、作り直したら売れるんじゃないかな。そして昭和50年8月、人事特殊部落知名総監が完成した。価格は1冊3万円、宣伝チラシを2000社に配った。なお前年にはあの8日高校事件が起こっていた。時節柄これは売れるのではないかと確信した。まずは500部印刷し、少しずつであるが売れていた。地図さん、こんなものが届いてます。何何、戦略同封いたしました書面は誠に差別撤廃の折から遺憾に存じます。問題はその書面です、見てください。ん、特殊部落知名総監、なんだこれは。もしこんなものが売られているんなら大変なことじゃないか。なんとかしてどこかから実物を手に入れられないかな。当時解放同盟と企業の関係は薄かった。解放同盟側は木津執行委員が部落知名総監現物入手のため企業を訪ね回ったが、ガードは固かった。それでも1ヶ月後、解放同盟はある企業内部の協力者から部落知名総監を手に入れた。夜のニュースです。全国の被差別部落の地名が掲載された部落知名総監という本が売られていたとして、部落解放同盟が会見をしました。これは前代未聞の悪質な差別行為です。我々は発行者と企業の差別性を徹底追及します。大変なことになってしまった。こんにちは、坪田さんおられますか。いえ、坪田なら出ております。いつ頃戻られますか。さあ、わかりませんね。わざわざ大阪から出てきたんですよ。ほんならここで待たせてもらいますさ。どうしよう、なんとかごまかして諦めてもらうしかないかな。はい、坪田です。なんやお前、坪田やないか。あ、この後、私は当時六本木にあった部落解放同盟中央本部で確認会を受けた。これはまだ事件の序章に過ぎなかったのである。